細やかなタッチで絵付けが施された目に涼しげなこれらの砥部焼は女性陶芸家による作品です。伊予郡砥部町大南の砥部焼伝統産業会館で砥部焼マドンナ展が開かれています。今回で27回目を迎えるこの作品展は毎年この時期に行われており、会場には夏らしい食器や花器、アクセサリーなど19人の女性陶芸家によるおよそ400点の作品が並んでいます。ただいま当館ではマドンナ展を開催中です。19名の女性作家による作品が約400点集まりました。今年で27回目となる人気の企画展でございます。女性ならではの細かな筆使いの作品が多数あります。また今年はブローチやネックレスのアクセサリーやお茶碗とルクスン皿と同じ柄で描かれたセットもあります。どうぞお気に入りの砥部焼を手に取ってみてください。可愛らしい絵付けが施されている作品や質感を生かした作品など、さまざまな砥部焼が並ぶこの展示は7月26日まで砥部焼伝統産業会館で開かれています。